青い線で示した部分が、カンザスシティサザンでメキシコの自社路線。緑の線は通行権を持つ路線である。カンザスシティサザンネットワークと称される、鉄道路線。カンザスシティサザンでメキシコは、このうちメキシコ国内の運営を担当する。カンザスシティサザンでメキシコの M ド SD70、m s c 型ディーゼル機関車。カンザスシティサザン鉄道の塗装パターンに準じているが、 TFM のロゴが、車体側面に大きく描かれている、カンザスシティサザンでメキシコの M ド SDP-40 系ディーゼル機関車。以前は、このような青ベースの塗装パターンであった。カンザスシティサザンでメキシコは、メキシコ合衆国の貨物輸送船業の民営鉄道運営組織である。アメリカ合衆国のカンザスシティサザン鉄道の子会社である。インフラは、 メキシコ政府が保有するが、保守管理は、KCSM が担当する。以前は、メキシコ鉄道輸送という名称であり、リポーティングマークはそのまま TFM を継承している。メキシコの北東部に、路線網を保有し、国営時代の名残で、北東鉄道という名称で呼ばれることもある。路線は、アメリカとの国境に近いモンテレー、ヌエボ・ラレード。 またもロスレイノサなどの都市に伸び、北米自由貿易協定における重要な輸送インフラとなっている。KCSM の前身である TFM は、メキシコの国営海運会社である TMM によって1990年代半ばに設立された。1995年1月、エルネスト・セディジョ大統領は、ナフタ加盟以後、急速に進んだ。 経済危機への対策の一つとして、メキシコ国鉄の民営化が行われた。2005年4月、TFM の株式の49%を所有していたカンザスシティサザン鉄道がその大部分を取得した。KCS は北東鉄道の不透明な民間への売却の結果から生じた100億ペソという税の異常をめぐって訴訟に巻き込まれている。同年12月、 KCS の持ち株会社である、カンザスシティサザンは、TFM の名称を、カンザスシティサザンでメキシコと解消した。ヒースター、ランドルフ、カンザスシティサザンレールロードハズニューネーム。カンザスシティスター。 h t t p w w w k a n s a s c i t y c o m m l d k a n s a s c i t y b u s i n e s s 1 3 3 3 6 4 1 8 h t m に0 0 5年十二月6日閲覧ありがとうございます。